でしょ。こっちもやばいやばいって何回言ったか分かんない。ありがとう。その向かい側の天気はドラム射撃地点いただきます。行っちゃって大丈夫ですよ。そうか。あ、じゃあこれ、これね、ジャケットね。はい。温かい。じゃあゆっくり。最後なんか、そうだって言ってたのか。あ、どうぞ。可愛い。じゃあね。こんにちは。こんなところでご挨拶ですけど、今日は代々木上原まで来ております。お花屋さんのホールさんへ向かっております。綱川さんのところですね。今日は一人です。妻はいません。なぜ一人で向かってるかというと、サプライズでございます。ね、なぜこれサプライズをやることになったかというとですね、ちょっとこの間会話をしておりましてですね、まあ、私が友人の結婚式の時とかにね、サプライズムービーを手伝ってるとかねあったんで、やっぱりなんか自分の時も何かしらあるんではと、やってくれないの、本当に何もないのって言われたので、なんかまあ一緒に一度の結婚式なので、まあ、悔いのない結婚式にした方が良いのではないかということで、ちょうどプランナーの千恵さんからお誘いもいただいて、サプライズしませんかっていうお誘いもいただきましたので、まあそれがなかったらやってないかもしれないですけどね。ということで、手紙をプレゼントね。でもなんでこう結婚式をやってる時もみんなの前でサプライズとかだとちょっと恥ずかしいし、ちょっと2人の世界みたいなのがになっちゃうのが嫌なので、結婚式が終わった後みんなを送り出してありがとうございましたって参列の皆さんが出てった後にですね、手紙のプレゼントと、まあそう手紙だけじゃなんだからお花を、綱さんが結婚式を手掛けてくれるっていうのが一番感動ポイントというか嬉しいポイントだと思うので、昔から好きだった憧れだった人に演出をしてもらってるっていうのが、でもその日だけでお花が終わっちゃうっていうのもね寂しいから、ちょっとドライフラワーの指輪みたいなのをプレゼントしませんかと千恵さんとは話しているところで、まあ今日どうなるか、あれ道こっちだったかな、こっちか、ちょっとググんないと、ググらせてください。一人で回すことがないから恥ずかしくて道中基本妻が横にいて会話するのに、なんか YouTuber らしくて、あの一応目的としては、はい、なんかなんでサプライズをしたらすごく喜ぶかなっていうのは思ったかというと、やっぱり綱川さんのことがすごい憧れの存在で、あの綱川さんがコラボで作ってもらったものは一生の宝物になるんではないかなっていうふうに思って、だからこれをやりたいなと思いました。一番最後もうゲストが帰ったラストにやりたいなと思ってるんですけど、2人の YouTube
プロポーズから始まってるんで、ね、うんうんうん、なんかそれを思い出すべく、確かにプロポーズから結婚してここまで来たけど、また2人の子を2人で行う共同作業じゃないけど、一つのものが夢が叶ってここからまた頑張りましょうっていう思いをも込めて、その指輪をはめてもらうっていうのがいいかなっていうふうに思って、始まりは確かに僕の急なサプライズですもんね。そう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 、確かに、ね、でもみんなの前でじゃないっていうのは僕の中でポイント高いです、うんうん、やりやすい、非常に。でもそれってすごい、すごい贅沢で特別だと思います。そうですかね。か私がパーツを今から一つ買ってこなければならない、はい、あ、そうなんですね。ちょっとその間、はい、綱川さんからレクチャーも受けながら、わかりました、教えてほしいなと思います。はい、はい、ラグラスという、ラグラス、そういうなんかこうグラス系僕すごい好きで、あ、本当ですか、あの選びがちです。いつもあの花束とか買うときは小花っぽいのとか、グラス系とか、はいはいはい、なんか野草っぽいのがやっぱ好きなんですよね。じゃあドライフラワーってそもそもちょっとなんかほっこりしちゃうので、はいはいはい、ちょっとあえてワントーンにして、あ、いいですね、確かに、一瞬で、わ、かわいい、わ、そういうのめっちゃいいですね、こういう、うわ、かわいい、こういう感じだとほっこりになんなくて、うわ、いいですね。これなんていうんですか、これは、ステファっていう、ステファ、うわ、かわいい、なんか、ドレスの時とかも合うし、うん、いいですね、白のワントーン。ここに、あれ、これってよ、あの、うん、私っていうか、買ってもらう感じです、はい、わかんないです、どうしようかって僕が作った方が意味があるかな。いや、そうですよね。でも、どうなんですか、そんな技術が必要なものですか。あ、でも普通にこうやってなんかグルーガンでこうやってやって、あ、はいはいはい、乗り付けてちょんちょんちょんと、ちょんちょんとやってなんか、これが指輪の上だとしたら、はいはいはい、あ、じゃあもう立体感とかだと僕にあの、うんうんうん、螺旋状みたいな感じでやっていくと、あ、でもなんかちっちゃいよりやっぱ大きい方 が、これが一番大変だと思う。これつけるこれのバランス感と付け方、付け方が多くなって、はあはあ、ちょっと一回やります。やってみてもらっていいですか、うん、ちょっとこう押さえて、押さえて固定して、はい、っやってみて、やってみます、はい、こういうのはいい感じで、はい、僕は建築学生だったので、あ、そうなんですね、模型作りとかしてたんで、あ、じゃあ、まあ、もうあれです、ね、意外とこれがいっぱいあった方が可愛い、はい、細です、ね、あ、それ人によってはそういうのいいですね、この高さがいいまあ、間違えたら後からね、受験でやっちゃえばいいんですよね、はい、いいですね、これぐらいやっぱりこれぐらいダイナミックいいですね、びっくりしたみたいな、うわ、かわいい、いいじゃないですか、いいですね、素敵、いやー、これはもうすでに素敵、おー、いいじゃないですか、隠してくる、隠したいところはちょっとこういうシュッと、こんぐらいの規模感がいいかもしれないです、そうですね、こういう角度が可愛いですね、あ、なるほど、こっちにちょっとだけつけた方がいいかも、あー、なるほど、確かにその感じ可愛いな、うわ、可愛い、うんうんうん、いっぱい、すごい、たくさん、何色がいいですか、そういうかゴールド、はぁ、マッチ、うわ、こういう風になってんだ、こうつける用のこういうリングがあるんですね、つけやすそうですね、あ、いい、あ、かわいい、さすがのセンス、 最初は上向きに考えてた、上向きっていうか横とか考えてたんですけど、でも下がかわいい、下がかわいい、めっちゃかわいい、しかもここがこう空いてるドレスの時につけるから、ね、めちゃくちゃスリット空いてるから、うん、行きましょう、あ、緊張します、どうも、綱さん、え、1投目1投目は
らちょっとなんか緊張しちゃうな。センスが出ちゃうな。1投目お願いします。ぜひ。記念すべき第1投がただいま入りました。怖い。あ、なんか緊張しますね。思いのほかやっぱ緊張する。こちらに置きます。そっち行きましょう。かわいい。めっちゃ素敵。うわ。すごいですね。ねえ。かわいい。これすごいかわいい。これは羨ましがるだろうな。くー。いいじゃないですか。いい具合じゃないですか、これ。素敵と思いますね、これ。素敵でございます。わ、すごいすごい、ありがとうございます。大事に持ってくれてすごい。超かわいい。ドライフラワーの指輪でございます。
これにて結婚式は終了でございます。ありがとうございます。長らくありがとうございました。よかったね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。よかったね。よかった。お疲れ様でした。お疲れ様でした。長丁場ありがとうございました。皆様本当に長丁場、確実に普通の結婚式の2倍は疲れてると思います。本当ありがとうございます。ありがとうございます。久しぶり。長らく長らく本当にありがとうございました。すごかったね。着替えましょうか。